皆さん、こんにちはこんばんは。アラインサクソフォーンアンサンブルです。今回はこの場をお借りして、今年の抱負とかを話していこうと思います。演奏動画ではないので、興味ないよ、という方はスルーしてください。まず、BGM ですが、この曲は昨年末から練習し始めた曲です。クラシックサックス奏者の方にはおなじみの、UF 作曲、サクソフォン四重奏のためのコンセール、です。動画投稿1年目には三重礼、2年目はジャンジャンを演奏しました。今年は UF に挑戦しようと思います。さて、本題に入ります。昨年は、毎週投稿、を目標に頑張りました。ほぼすべての休日を練習に当てて、なんとか達成することができました。ただ、その中で、楽しいからもう少し吹きたいな、とか、これで完成でいいのかな、とか、もうこれ以上は上手に吹けないな、とか思って投稿した動画もあります。そこで今年は投稿ペースを落として、もう少しじっくり練習して動画作りをしたいなと思っています。でも、最低でも月2本は守っていきたいなと思います。今年は冒頭で紹介した UF をはじめ、何曲にチャレンジしたいなと思っています。実際は、どの曲でもなかなか思うようにいかず苦戦しているのですが、私自身の中での何曲に挑戦していこうと思います。練習の経過は Twitter やノートを使って発信していこうと思うので、興味がありましたら覗いてみてください。投稿ペースは落とすものの、練習時間は去年並みに確保しようと思うので、少し余裕が出ると思っています。そこで、昨年、一昨年の曲から何曲か再録音して自主制作 CD を作りたいなと考えています。順調にいけば、まずは楽譜や Twitter でお世話になっている方々にお送りしたいなと考えています。リクエストやパート別音源のお問い合わせについてですが、動画投稿活動の初期の頃は嬉しくて対応していました。コメントやコンテストなどの結果のご報告をしてくださる方もいらっしゃいましたが、リクエストされた曲を投稿しても無反応、演奏の感想もなく、パート別音源だけを要求する、という悲しいことの方が多いので原則対応しません。リクエストについては僕が楽譜を持っていたら対応できますが、パート別音源についてはご用意することは非常に困難なので、完成版でお楽しみください。ここで宣言させていただいたので、過去のお問い合わせのコメントについては大変勝手ながら削除させていただきます。というわけで、最後は身勝手な宣言をしましたが、3つの目標を達成できるように頑張っていこうと思います。こんな僕ですが、どうか温かく見守っていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。